外交防衛委員会会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに山口夏夫君及び武見敬三君が委員を辞任されその補欠として塩田博明君及び高橋晴美君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします防衛省設置法の一部を改正する法律案の審査のため本日の委員会に理事会協議のとおり 消防庁国民保護防災部長小宮大一郎君ほか13名を政府参考人として出席を求めその説明を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認め採用を決定いたします防衛省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします本案の説明は既に聴取しておりますのでこれより質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言願います佐藤